ジャンサクアプリなら現在地から近いジャンソをサクッと検索。ジャンサクアプリなら雀荘求人情報もサクッと検索。雀荘アプリなら各種大会の割引クーポンもあり。雀荘アプリは Android、iPhone で配信中。はい、お待たせいたしました、予選が終わりまして、今からエキシビジョンということで梶本さんと、予選敗退の3名で、まあ、最下位決定戦ですかね、これは。はい、はい、そうですね。という形で、はい、敗者決定戦ということで、エキシビジョンを行いたいと思います。10万点超えたらサピンと変わって、なんかね、さっき5万点以上のトップ取ったら、なんか僕がクビになって決勝出られる権利を得るとか、そんな話になってましたけど、それでいく、盛り上げるために、まあ、僕はもうね、いいですけど、それで負けたら坊主みんな負けたら坊主ありやな。じゃあもう始まるのかな。はい、じゃあ対局室の方を移していただきましょう、はい、真面目やったな、麻雀はクソ真面目だよ、いやもう超真面目な顔して真剣やったな、はい、なんかいつもはいつもというかその最初にあのお見かけしたのが、最初にお見かけしたのがデンデンの放送だったんで、はい、見てくれたんや第1回、はい、第1回と第2回と見てたんですけど、麻雀だけはね、麻雀だけはな、真剣やんな。いやでもいいですよね、そのギャップが。え、私もやではい、対局見ましょう、対局え、はい赤木さん美人やから丸めても OK って。え、坊主？坊主きついな、ショートカットやったらいいけど、まだあの坊主のカツラ買ってこようか。カツラ、カツラってやけど。吉田さんも早そう。梶本さんが、トン、ハック、本一が見えそうな。うん、この A ルールで、ヤクヤク本一めちゃくちゃ強いですよね。強い。うん、出ればね。出れば。え、でもこれ上がれるやん、絶対。絶対。いや、大体上がれるよ、これ。しかも、いや、吉田、持ってんのが吉田さんやから。そこをピョンピョン出すから。ドラが急走、勘定さんの親番、吉田さん絞らないタイプやからね、うん、絶対出るこれ両方、うん、もう自分の手も単矢置けになってますからね、うん、さあどうしよう、うん、リャンゾー、うん、まあ、こうしとくと急走の重なりなんかがすごく嬉しくなります、ね、自力でアンコった、他力でアンコらないって突っ込まれそうですけど、えそのアンコの時は絶対自力やだそうですさあここでどうする。 C1、うん、両面固定、まあ、ストレートにパーソーを引いたり急走を引いた時に、まあ、打点が一気に上がるんで、あ、観老層入ったり、あ、今本で仕掛けた、うん、タジアンさんドラギリ、はい、ドラギリ、アンドラギリが強烈や、うん、まあ、ぼかしで先にピンキットくって言ってもありますけどね、急走重なっても漫画あるんで、田中さんも急走合わせそうだけど、うん、うん、ここで合わせました。感情も変わる、おぉヤンピンサピンめっちゃやまちゃんこれはちょっとさすがに上がりそうですね、警戒は一応されるとは思いますけど、まだまだパーピンいきます。田中さんテンション上がってるんちゃいます、うん、さっき来いよと思ってるかもしれないですけどさあこれはうん、ウーワン同級ワンを残しましたね。ヤンワン自分で切ってるんですね。あれはこの親番さて、うん、嫌なのかな、ウィンズが。いやでもウルソウ、うん、ウルソウ、まあ、タイヤをつけたいでしょうが、しぶしぶっていう感じですね。サブ同級ピンでリーチとローピン、うん、あ、もうやめ気味ですか、これは。はい、顔が今面白い映ってましたけど、ドンって言われてうなずいた後に手をもう一回見てうんって先切りチックでしたからね、今の、はい、今もう、うん、2曲親がカジアンさんなんて書いて読んで、あ、まさん言ったか、いやこれこれの次読めるやろ読めるでしょ、さすがに赤井さん読めない、赤井さん読めない
いや、思いますよ。修道場でしょ。後付けや。でも、どういう意味かは知らん。え、アマさんは知ってる？海潜るやつやろ。うん、あ、でも、このアマさんは違う。このアマさんは違う。アマさん。あ、そうなん、うん、そう、海潜るやつは。アマさん。うん、アマさんやけど。ちょっとわかんない。難しい。はい、ドアでアンマン梶本さんの親番です。あ、シスターって意味なんや。が、修道場かな。あー、逆や。逆っていうのだから。あー、賢いよ。やるな。今日は、今日は、今日は、賢いわ。なんか、どんどん字幕してますよね。いや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 、ニキ喋ってないか分かってなかったんちゃう。はい、これは真の敗者を決めるから大事です。はい。ツッコミどころ満載でどれ突っ込んだらいいか分からない。はい。お、一通と三色の天秤ですが、これで一通に近づきましたね。難しいですよね。難しい、難しい。まあ、先に他の色の三色のところ埋まったら、もうひょっとしたらローマンウーマンって嫌ってくかもしれないですね。あ、すごい良くなってきたよ。ね、チーマンから入るとすんごいやりやすいのに。そうですね。うん、数万、数万はドラガでアンマンなんで、ここは先に。うん、ちょっとチートイっぽいけど、なんかもつれそうですねこれ。みんなすんなり入りそうな人ね。私次打たなあかんねん、ごめんね。お、ローソー引きました。花岡さんめっちゃいいの引いたよ。一番いいの引きました、ね、ローソー引いた。絶好ですね。トンジョンも不本意な言いそうやない。不本意ですね。できちゃうともう三色にするのも難しいですしね、これ。そうですね。さあ、橋本さんが両冠両面のイーシャンテン。でよし、うん、G1 から仕掛けましたか。さあ、三色ですっていう仕掛けですね、あれは。789で仕掛けてノーワンを切るっていう。まあ、難しいのはもう出来上がってるのか出来上がってないのか、はい、とか。はい、花岡さんなんか進まんくなったね、うん、おなんかこれ厳しいな、無理っぽいな、うん、まあ、ウバンチーワンでしょうけどね、チーワンから、うん、チーワンから切りなさいよ。え、どれっていうか、よろしく感情のね。え、私もチームやったで。吉田君、嘘食い取ってるの。やるやん。え、だって、だから勝ち残ってるんやん。かわいい。カジュニアの嘘食い取ったやん、はいはい、食い取りましたね。食い取った。お、テンパった。しかもテンパった。カンパチ、またカンパチ。またえ何、またえ、カンパチ。さっきあったっけ。お、3色になりました。パーピンが出ない形に、うん、うん、さあこれはリーチいきますかね。順目薄いですけど、はい、リーチやろう。うん、高めとまで水に合わせて、ちゃんとの可能性も否定できなかったのかもしれないですね。今ローピンの方で、なんでチーバーから切るの分かんないやって。説明してあげて。3色の仕掛けなんでね、その5よりも7の方が危ないよ。でも仕掛けた色でしたよ。いや、でもありえますからね、結構。その、なんていうんですか、吉田さんの仕掛け結構チーワン泣いて、チーワン待ち。喧嘩しないでくださいよ。2人で。あ、積もったカンパチ。三色でんでん。じゃあ、三色ドラ。三色ワイチ。5と。なるほど。やっぱこうして見るとエールル寂しいな。あれ上がってゴッドか。うん、三曲親がよし、ドラがいいわ。連れてってくれてない。タイミングがないやけど、タイミングがない。いやいやいや、逃げるつもりやな。むしろ赤井さんに、いや、それはちょっとって逃げられてます。いや、そんなことない。あ、
ちょっとぐちゃぐちゃ一緒にご飯行きたない。朝便最低だなって聞こえた。でも一緒にねご飯食べに行ったらむしろみんな怒るでしょ。怒らへんやんな。怒ります。パチ屋行ってへんよね。パチ屋行ってる兄貴やから毎日。兄貴、ね、兄貴行ってへん。関西ではデンデンで関東ではバンバンやったっけ。バンバン、うん、バンバン発音おかしかった。バン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 。バンバン、うん、パーピン全山ではなかったですね、うん、さっき7、8、9で使ってる方がお一人いらっしゃった気がします。カズマさんが60パーで使ってました。はい、あ 6、 6なはずですね。カン言うてんだよ。そう、三蔵が、カンツの人がいるんですよ、うん、花岡さん。ハイパイカンコでしたね。これチートイツのイシャンテン違いますからね。ローピン、いいピンじゃない、いいピンでしょうね。普通やえ、なんか普通アンコしか見たかったから。さすがです、配信やし。スーアンコ見るんやったら缶やな。缶、うん、でしょ。そうですね、缶、うん、してからのローピンやのに。缶もしくはリアンゾーギリみたいな、ね、うん、お、ちょっと煮刺しになってきましたけど。でも煮刺しになると残党がないですね。三蔵一枚切ればいいのか。吉野さんはまた7、8、9と6、10パーの、うん、さっき789でうまくいったからもうまたしおんちゃん同じことな。同じこと。同じこと。子供じゃないんや。メンツできた。うん、C1 が暗号になって、うん、頭をマンズで求めやすくなりましたね。ほら、いいピアンコったやん。ほら見ろ。私はっとったやん。リアンピンとスーピンが暗号になったら、あかりさんが正解やん。ほら、でしょ。そういうことにしとこう。それで全て丸く収まります。今あ、ドラか。うーん、ドラやな。ローピン9番、まあ、3色ちょっともったいない気もしますけどね。もったいない、うん、まあ振り替われば3色復活しますからね、はい、新子って何なの。うん、お新子違うな。お新子は漬物やん。違うなんか魚の魚卵っぽいですね。違うのかな。え、あれやろ、多分ニュルニュルしたやつやろ。白くて透明みたいな、半透明。今佐々木さんがご存知みたいな。佐々木さん福井やから分かるんちゃう。お、テンパイリーチした。ヨッシーらしいリーチ、うん、カンリャーマン、カンリャーマン2枚切れ、なんと。え、もう関係ないんですよ、そんなん。あ、でもこれ親だからだいぶね、やっぱりリーチすること自体にも意味ありますからね。お、今かん、今さらかん、今さらかん。まあ、かんしてもドラ増えないんでしやすいですね。小肌知らん、聞いたことない。え、全部魚、魚。え、分かってますよ、分かってるけど見たことない、食べたことない。ある、小肌は多分食べたことあるんですけど。あ、新子が子供なんや。へえ、詳しいな、みんな。へえ、詳しい。出世魚、この城の、はいはいはい、ちっちゃい時、はあ、なんか超魚詳しいですね。お父ちゃん、虫が好き。お前ちゃんこしカロリーすごいねんで。はい、チーワンの缶。はい、缶ばっかり。うん、ピンちゃんおらず。ヤンマン何枚生きてるか。うん、テンパった。あれ、吉田さんの1枚、2枚、1枚ですね、残りヤンマンは1枚。え、わかんで。花岡さんは缶やったら大体50個やろ。花岡さんパーピン押してリアンピンのテンパイ基本でしょ、うん、基本ですね、うん、大体50あ、ね、さあ、押した花岡さん上がれました、うん、1300ですかね。あ、仕掛けてないよ、ごめんなさい。1600、仕掛けてなかった、うん、50分ですよ、1600。いやいや、仕掛けてると思って。面前でした、すいません。ウケさん、今早かったやろ、めっちゃ今早かったですね、うん、用意してたよ。だいたいね、2から8のアンカン入ってる時は大体50分なんですよ。いや、ほんまに、うん、大体合ってますけど、うん、大体では危ないですよ。で、トン4曲、ドラがペ。急に実況しだした。急に。いや、やっぱね、メンバーが変わったから。ドランじゃない。バレた。怖いお姉ちゃん、うん、間違いないです。間違いない、うせやん。いや、難しいですよ、プロ試験。めっちゃ難しかったし。ね。あかり、多分合格できへんな。え、合格したから。
ちゃ勉強したもん。うん、真相入った。ちょっとみんな打点が作りにくいてですね、まあ、ドラがペイなのもあるんですけども、カジヤン一人狙ってますね、はい、何かを狙ってますね、あれは国旗なりチートなり損なり数層、まあ、数層が一番慣れてる、いいピンで打点をやっぱり作りにくいんじゃないですか、ここはすぐに単野で振り替わる形ですし、ヤンワン、お、あった、何切る問題やな、大体当たるから、大体当たる、あんまり当たってないや、さっきからこれあ、これはもう、リペコ残して3ピン切るんじゃないですかね。ウーピン切りそう。ウーピン切りますかね。3ピンから切りそうなんやけど。3ピンから切りそうな気がします。だってウーピン後で切るの危ないどうやみたいな。あれ合わへんわ、あの人と。やっぱりドーピン引いた時にあの3色の振り替わりがあって、そうですね。そうすると数層ウソって払っていけるんで。あ、ただ、タイヤをリペコでも悪くないんで、そのうち話すかもしれないですけどね。ここ本一、うん、ゆっくりと本一を目指してます。あまり前行く気ないよって感じですね、はい、うまくいった時だけっていうやつですね。さあ、嘘はつもぎり、ローワン、ローワン、あー、一応タイヤを見ながらか、はい、タイヤを見つつ最後99ピンも切って、そうですね、まあ、ドアと引いたとき、ドア周り引いたときの形もあれだと結構スムーズに作るんで、うん、さあこれでイーソーか9ピン選ぶかな、イーソー選びましたね、イーソー選びましたね、お、なんか化けてきましたよ、カジオさん、でもし、もうチートイズの方にペイは使い切るっていうことですかね。そういうことですね。あと老朽層がもう見た目でかなり薄いんで、おしゃれです。ちょっとサンマの。カヌピすごいやん。カンパチで。さあどうする？うん、九ピンでダマテン。まあピンズの下持ってきて両面。はい、ああ、カンパチで上がれとった。タイヤオの変化もありと。出てるかどうかですから。いや、ここまで育つと行く人は切っちゃうね。さあ、梶本さん、ここは仕掛けました。なんと、シーソーパースを落としながら仕掛けました。これは強烈な仕掛けです、うん、面白いですね、ドア絶対切らないっていう感じの、見た目が超強烈すぎて、ちょっとさ、昨日の三人打ちの癖で勝者に向かっちゃったのかと思ったんですけどなんか考えてたんじゃないですか、さあ、吉田さん、ローソーか数ソー、まあ、梶本さんへの対応も含めてっていう感じのチーソーですね、うん、チーマン切っても良さそうだったけどね、はい、チーワン切って頭を作り直してですね、うん、ソーズで受け直して、はい、おーっとやるな、めっちゃマグナムな手になってきた、マグナム新しいな、それよせやん、教えてもらった、よう言うで、もっと教えて何が欲しいいやー、でも梶本さんのあの川は何も切りたくない顔になっちゃって、トリダマならカンパーピンよりやっぱり、タイヤオの変化がある分シャンポンでいいと思うんですけど、どうでしょうね、うん、ですね、うん、だからピンズの変化の方がはいなんですけど、こんだけピンズをボカボカ切られると、うん、あと梶本さんの不穏な仕掛けが、さあ、これでチーピン切ってサブローピン、ダマかな、ダマですね、ダマでしょうね、チーピン切りダマ、うん、枚数がかなり3ピンがもう3枚出てます、あ、数ピン切りダマ、3ピンが3枚飛びやから、うん、感情3ピン持ってこい、押した押した、うん、いや、嘘、でも3ピン1枚も結構バカにならないと思うんですけど、これならないですね、はい、おーっと、積もった、積もいいペーコ、今日の初上がりですね、500銭、すいませんでした、僕は悪かったです、やるやん、誕生日僕だったら400、700ですね、もちろんそっちの選択も正解ですで、何ニュー、でも私も今のは両面にするから400、700、
太田高木さんリーチするけど、リーチせえへんわ、やらへんわ。いや私エルルそんなにリーチしてない、さっきもせんかったもん。まあ、そんなにはしてなかったからね、うん、いつもやったらもっとそれもフリーのルールやったら、ああ、一番びっくりしました。そうですね、1300あれは引っ掛けやったから、まさかの倍満ぐらいまで化けましたからね今。うん、そういえばゆみちゃんな、うん、裏の DP に負けてたな。え、親はええねん、手代わりました水に。親はいいねんけど、手代わりスーパーあったのに2種類手代わりありましたけど、あれ花岡さんから指に出る分かってたから、分かってた分かってた、かわいそう。あのぐらいだったら僕はどっちでもいいかなと思うんですけど、本当にあのぐらいの手代わり で、しかも最初確定しない形だったんで、今年とかのリーチ周りを梶本さんもさっきあの、うん、ピンフのみでドラットフリカワリアルピンフリーチしてましたけど、うんうん、はい、ドラットフリカワリは別にいいかなと思うんですけどね、うん、ジャンハーガードやつなんですけど、うん、E ピンとスーピンがフリカワると単ピンドライチになるっていう、親に脅されるのやっぱ怖いですからね、はいはい。でもあのなるシャンポンの1300のリーチのやつは筋かかってたからリーチした。誰か出すやろと思っていいわ、汚い考えしてな。ほんなら論争めっちゃ来たから酸素折り打ちしろと思いながらめっちゃいいシャンポンだった思ったのに。あの時花子さん高かった、覚えてない。花子さんのおかけリーチ、寄ってない、シラフ水飲んでる。うん、さ、花岡さん、まあ、チーワンジャントで、そうですね、数走でストレートに来ましたね。あ、高かったんや。勘定君が仕事の3色のシャンプーと、うん、お、天杯、感情さん、おやり、おやり、しかも親か、これ、うん、リーチドラ、うん、3900の手、高めは3色です、うん、じゃあ、116リーチ3色、ドラ1はマンガン、うんうん、40分ピンフつかないかな。気まずくなってしまった。大丈夫、大変失礼いたしました。行きづらい、うん、そうですね、梶本さん、ジャンゾ、筋のジャンゾをどうするか、うん、ジャンピンから、ジャンピンから行きましたね、梶本さん。いいシャンテンやけど、お、ウーバンが通って梶本さんがちょっとやりやすくなった。うん、ウーワンとりあえず合わせて切る。さっきリャンゾー言ってるとテンパイは取れてましたけど、うん、すごいですね、ギャンピン握って、うん、ギャンピンは何だったんでしょうね、通ったら三巡安全変えるとか、うん、ああなるほど、はい、プラス役割高にもできるみたいな、うん、その辺りでしょうかね、やっぱり金本さんが欲しい酸素が振り切れていく。いや、もうもともと花岡さんが安定。山には1枚、まあ、1枚あれば大丈夫、うん、僕の設置なんて結構おりそうなんだけど、ん、数万が、数万あと2枚いますね。 G1 は結構いるよ。 C1 ないですよ。数ワンが、高めの数ワンが2枚います、はい、2枚も高めしかない、うん、じゃあ上がれないかな、うん、お、チソ、さあ、天杯、おかけ、おかけよ、行きました、梶本さん。6強ワンどうなる。9万生きてるかな。9万生きてる、うん、これも判断難しいところですね、このルールだと。そうですね、うん、ああよりによって1万2000激痛ですね。やっぱり裏側のないルールだとあの手
うまくいって1000、2000が最高なんで、まあ、我慢する手もありますよね。でもこれで丸なのかな、はい、Q1 の方上がれますし、うん、ただ1000、2000自体の価値も上がってて微妙なとこで、はい、うん、あ、痛風持ちなんや、金持ちさん大変やな。ほんまに？うん、ストレスで痛風発作してまう。なったことある？な、若いかな。え、いや、若くてもなるで。なるそうです。不摂生やと。プリン体の取りすぎでしょ、痛風って。いや、あんまり最近はあの食品から取ってもあんまり関係ないっていう話。おお、勉強になります。痛風の勉強。餃子ばっかり食うから。うん。ハンちゃん1回目何もできなかった感じ、奥君が。そうですね。そうですねってひどいけど、すいません。いえいえ、そうですねはひどい。そうでした。無然としてるけど、心の中はヒャッハーってやってる。うん、最初も今回8000補充から始まったんでしたっけ？え？そうなの？補充した？違いました。そうですね、あの梶本さんの三面ちゃんの本日には補充からスタートして。めっちゃ痛風でも盛り上がってるやん。いくら食べたらあかんとか、結構ウニとか、魚卵がダメって。そう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 、はいはいはい、きついらしい。ウニは魚卵ではないよ。え、なんか何やったっけ、ウニって何なの。ウニはね、ウニはウニ。何をウニはウニって。いや、ウニはウニ種やね。ウニ種、ウニ種ちょっと違うかもしれない、もしかしたら。分かる人教えて。じゃあブルーで検索。ウニは多分ウニかウニ、ウニかやと思うんですけど、ウニは内臓。ん？何の？いや、ウニの。ウニの内臓。ウニは生き物で、ウニっていう。え、イガイガしたやつやろ？そう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 。あれの仲間。あー、それは分かってる、ワルってことは。うん、3品入った。うん、ドアの3品引いてちょっとやる気が出てきた。そうですね、まあ、人手の仲間というか、これ読めます、赤井さん、読めます。トゲ非動物。何？俺が悪かったよ。ちょっと待って、読んで、読んでみてよ。じゃあこれトゲ非、読まれへんのやろ。読まれへんのや。何期読んで、何やったろう。え、どれどれ。これです。みんな読まれへんのじゃん。僕が悪かったです。はい。極秘動物。極秘動物、へえ。難しいです。日本語ですか。一応日本語。リーチが入りました。リーチが入りました。はい、スーチーマン、ドライチ、リーチ、ドライチのスーチーマン。うん、二軒リーチや。二軒リーチ、二軒リーチ。さあ、吉田さんもリーチしますね。イースーソと梶本さんはもうちょっとこれはギブアップかな。ギャンワンチーワンいけないですね。いったー、梶本さんちょっと切れてますね。だ、うん、ね、手が、手がなんかなんで9番にギリリーチ。どちらでしょう。9番ギリリーチ、花岡さんかな。花岡さんが上がった、うん、いや、吉田さんが上がったよ。うん、Q1 ギリリーチしたのは花岡さんですね。そうですね、イースーソマ近いスーチーマン。何、二曲カジヤさんのや。包丁、空調、包丁のような気がする。これはちょっと僕も読めない。Q1 ギリリーチはやってたら分かるとか、ゲーム知識やん、それ、ね、Q1 ギリリーチは、まあ、Q1 か ローワン切らないと転換しないですけど、ローワン切る理由がほとんどなかったっていう感じですね。3番天敗からの外し上手やった、うんうん、やっぱりドラ浮かして打点作りに行きたいですからね、うん、花岡さんハイパーいい、うん、里田がローソー、山田さんちょっと、うん、ちょっと7、8、9が見えますね。吉田さんはドラが受け入れがあるんでストレートに行きそう。花岡さんはもういい手で
繁盛さんもいい感じの手ですね。金本さんの手が仕上がったら一番高くなりそう、うん、仕上がれば、うん、仕上がれば何がかかってるの？エキシは。エキシはプライドです。プライド最下位決定戦やから負けられない試合がそこにある。梶本さん昨日優勝今日最下位だとそれはそれちょっと美味しいですけど。美味しい。今日の飲み代ほんまや。ガスの人にごちそうしてもらったよかったな今日。さっき言っとったよかったな。ミスったな。いや俺も飲み会参加して引きが。あ今日はちょっと来れないんですか。そうですね。金曜日にやってくれればいるんですけどね。福井ですもんね。あさぴも福井じゃん。僕は実家が福井です。その引きが絶好すぎて仕上がりそうです。仕上がりそう。仕上がりそう。10パッキューのイーシャンテンです。お休み入ってもピンフ休み入ったらピンフですかこれ。チーソか急走が重なった、まあ、それは大丈夫ですけど、パーソを引いたりサムロスを引いたりすると目も当てられないですけど、まあ、パーソはいいよ、パーソはいいよ、ごめんなさい、パーソはいいです。そういう感じです。はい、ヤンピン、ヤンピン、これカリムさんも全部いくでしょうね。C1 行きにくい。まあ行くんじゃないですか。もうラストやで頑張って、まあ、3色にこだわる必要はないですからね。うそうですね、まあ、こだわらないなら Q1 パワーワンだったりっていう落とし方もできるんで、もしくは急走チーソーパワーワンから行って、うん、ピンフつけて、うん、なるほど。パワーワン行って、まあ、パーソー引いた時だけ6勝ですかね、はい、面白いですねこれ。なんかテクニカルなアリカンな数ワン、結局数ワン打たなきゃいかんのかっていう感じですけどこれで9ワン切ってっていう手もありますし、おなんと数走今通ったんですね。うん、これでも3色残りますね。まあ、一応ドラビキも対応できて、今回魚町とか懐かしすぎますね、福井あ、福井8月行くんでよろしくお願いしますなんか営業してる8月の第4週、そうよろしくお願いします。いつの間にか吉田さんも、はい、吉田さんもいいシャンテンですね。お、ローソー、さあこれでカンウーワン、カンウーワンでちょっと不本意かもしれないですが、まあカンウーワン不本意ですね。でもヤムピンがね残り2枚、カンウーマンが、カンウーマンが、カンウーマンは残り1枚。あ、はい、あ、つながったのが分かれ。リーチドラ26。はい、2600。はい、まあ元、うん、はい、カンパス層になってても上がり逃してなかったんで、まあ良かったですね。でもカンパスの方が良かったやんな。今の梶本さん、カンパス層を上がり伸ばすと結構寝込むところですけど、寝込む、そこまで行くリーチ3色ドライチをひよって上がり伸ばしたみたいな。ひよるのはやっぱり良くないですね。いや、良くないことはないですよ。最後の決勝ちょっともうバチバチ行こう。梶本さん結構そういうの気にするんで、うわ、越前ガニ食べたい古代の笹漬け懐かしいですね、古代の笹漬け。読めた、よかった。お、お前ちょっと難しい、ほんまや、うん、カンパチ持ってきて。ピシビジョンという名の最下位決定戦、そうでございます。その通りや、はい、うん、梶本さんちょっと最下位濃厚の点数になってきましたけど大丈夫かな。ラストライがありますからね。いや、ラストライはないんです。今、さっきがラストライ、さっきがラストライだったんですよ。まあ、ここでね、ハネマンぐらい積もると一気にトップぐらい、トップに近づくんですけど、上ゼリですか。上ゼリ、上が3人設定の状態で、うん、ラスやんとかひどい。やまだ終わってないで、まだラス前やで。あの梶本さん、うん、やっぱりね、羽マン作るのとかすごい上手なんですよ、はいはい、やっぱりその、うん、さっき梶本さんすごい高打点ばっかりになって、はい、じゃあそういう人からリーチってきて怖いな、うん、怖い、うん、何でもリーチ行く人やったら分からへんけどな。打点作らなきゃいけない時にその打点の作り方が上手というか、今週の機能で使ってもたんかなうん、ただこの手をハネマンガンクラスっていうなかなか難しいですけどね。一通難
しすぎますね、うん、難しすぎますね。ヨッシーが良さそう。いつぐらいしか、いつもキューピンがもうないんだ。花岡さんもいいシャンテンかな。お前みんな3万点浮いとんのに、うん、カセヤンさんだけ。さあキューピン引いた。2も見えるかな。ちょっと目が見えた。うん、吉田さんもいいシャンテン、うんうん、花岡さんがいいシャンテンかな。うん、でもリーチせんへん、うん、キューピンがもう残り1枚しかないんで、ちょっと1通以外の方向も見たいですけどね、うん、タンヤオ、まあ、いいピントイトとしてタンヤオだったり、3色もちょっと作りにくいですからね。ウーピン引けば、うん、厳しいか。では456、ドラが白か。白切りにくいの。うん。初？やっぱりリーチのみの手組み、まあリーチピンフの手組みとかしないんじゃないですかね。うん、吉田さんは？いいシャンテン。白が浮いたいシャンテン。赤さんもいいシャンテン。うん。感情ピンはこれスーピン？ちょっと受けてる。そうですね、もう手配が戦える手配ではないです。お、吉田さん、これはいきますか。はい。サブローは待ち。うん、高めいいペーコー。高めさんは親リーやから行きにくいですよね。うん、ションパンや初持ってきましたね。いいワンしかない。感情さん受けてるけど、親のアンパイが全然ないですね。じゃあ受けなかったよかったね。お、リーズも1000オール、うん、なんで即って言わへんだ。え、即はないんで、ちょっとエールドは。しかも、1役忘れてる。1役忘れてる。ピンフ忘れてる。1300オール。はい。はい、よくできました。よくできました。はい、よかった、褒められた。でも今日1回も点数計算間違えてない。いや、ほんまに、打ってる時。あ、打ってる時、打ってる時間違えたな、はい、私。打ってる時全部あったから大丈夫。1回間違えたかったっけ、うん、大丈夫だったっけ。うせえ、バカにされとんこれ。褒められと思っとったわ。褒められてます。褒められてるな。みんなバカにしてるわ。さすがだな言われた。さすがだな言われた。ドラガーハック。ちょっと厳しいかな。ペイがアンコ。うん、ペイがアンコ、ドラガーハック。うん、花岡さん、マンズがちょっと連続してますね。うん、7、8、9はちょっと見える。田島さん、つらいな。もうこれもドア頼みになりそうですね。吉田さんも、うん、まあ、吉田さんはまたストレートに行ってドアを最後に手放すような手組みするんじゃないですか。うん、優勝して笑ったやつらを見返してやって頑張ろう、ほんま優勝しよう。うん、負けるかもしれません。負けるかもしれさせません。負けたらカンパチ2倍やな、2倍のカンパチやなので白を持ってない感情くんがどこまでいけるかっていう、うんうん、感情さんもちょっと難しいですよね。3色が一応あるんですが、結構やっぱ上がり優先の曲ではあるんで、うん、仕掛けにくいですよね。はい、うん、1回これが終わったら決勝の糸半ちゃん、うん、そうです、はい。ここまで僅差だとちょっと親にこれ以上上がらせたくないですよね。やる気でるパースです、うん、さあ吉田さんも進んできました。これはドア短期と現三蔵の、あ、でも三蔵がちょっと厳しいな。三蔵2枚切れ、現蔵2枚切れ。花岡さん、これはちょっと想像ほぐした方が早そうですね。ほぐしそうですよね、うん、もうちょっとあそこで2メンツは現実的じゃなくなってきてる。リャンゾーとりあえず外して、うん、はい、お、吉田さんここで行きました。いいシャンテンからこれで合わせそう、うん、合わせるかリャンゾーか、うん、合わせましたね。はい、まあ、リャンゾーはどの道場の現物なんで後からでも切れますし、うん、うん、
ピンズに行った。田島さんは打点を作るしかない。おさあ、テンパイ、リーチでしょう。いいピンが3枚飛び。リーチでんでん。リーチでんでんですが、数ピンが残り、田岡さんがすごい3枚を引いた。数ピンが実は残り3枚。自分で使ってる1枚しかないですね。田岡さんからは出て引いたら。感情さん押してる上の切り方してますけど。花岡さんローピン行きましたね。行く気満々や。花岡さんの方形がめちゃくちゃいいんで、残った形が特にマンズが、はい、超薄くてテンパーない。まあまあヤンピンじゃないんですかね。嘘嘘どうぞって安全にいけるからここは、ね、来ましたね。欲しいマンズがほぼほぼないっていう。ヤンピンはともかくローワン切りたくないんでしょうね。あの形のヤンピン切っちゃうと結構ローワンが出ていっちゃうんで。そうですね。さあ感情さんは。イーシャンテンだけど着るものなし、Q1 でええんちゃん壁やし。まあもうここまで来ると3色こだわるよりは Q1 か G ピン、 G ピンかやる気ありありや。吉田さんがうんっていう顔してますね。なんか嫌やな。カネントさんも言った。みんな来るやん。みんな言った。これドラ全部見えとくから、はい、比較的親相手でも行きやすい。よかったのにベンチ。まあ本当に高くて面単品の5800ぐらいでしょうっていう感じがやっぱりすると思うんで。でも金本さんが欲しいリアンピンとかはまだ十二分に山の中に。あ、詰めました。最後の赤木さん何点？1000オール。1300オール。はい。放送事故が起こる。待って待って待って。当たったやん、1300。2回目でな。みんなこれ高め。いや、分かるからこの電波では。任して。すいません、一発目1000オール。やっべえ、どいつやと思った。ちらっとしか見んかった。言い訳がうまい。で次から答えるわ。任せて。赤木さんが点数担当になります。うん、いいよ。全然 OK さん超得意やから。さてちょっとこれ吉田さんとの点差が開いてきたんで、まあ、特に親番のない、勘定さん、梶本さん。いやでも厳しいですね。勘定さん、勘定さんって言ってしまったな。はい。まあ感情込むぐらいの点数差なら全然まだ2曲あれば。そうですね、まあ、2曲あればなんですが、この曲結構重要ですね。もうそうですね、3902回、はい、うん。カジヤンさん2アンコウちゃん。おっ、カジマトさん、え、スナンコなるかもしれない。そうなって1アンコ、1アンコ2トイツです。だからいけそう。ちょ、花岡さんの方は1アンコ2トイツ。花岡さんもスナンコ、スナンコ対スナンコ。夢見ていかんのな。ほら、ほら来た、よし来た。1アンコ3トイツ、うん、これいけるぞ。じゃあ次花岡さんも来たっつって。惜しいな。これは多分ピンズの本一ですな。なんか昔じゃない、ちょっと前サンマで赤井さん、なんて言ったっけ、なんか役満がよく出ることを、なんかロマンス、ロマンスや、そうです。思い出した、うん、吉野さんがちゃんたち親なんでね、ここまでちゃんと願わんでも、うん、さあ、勘定さんはスーソウソと並べて、両面落としを見せていく。うん、梶本さん、もうあんこの牌やっぱ探し出してますね。イーソー引っ張ったり、一枚家のパーピン切ったり。このお子さんがいい感じになってきた。急走
ルーティン。めっちゃ触るやん。うん。マンジャンマンを使う。ピンズの本質っぽい人がいるんで、ちょっとやっぱりピンズは残したくないなと思って。ほら来た。見て。お。ない？これは来たか。これどうや。どうや。予感が当たってるやん。有限者鍵でも花岡さんも見て。うん。ただの本質やん。ただの本質。問い3つあったけど。うん、いやこっちの方が数案っぽいやん。梶本さん、1枚切れの数番を引っ張りますね。うん、良さそうなんじゃないですか。うん、カン、とりあえずカン。カンしてからの、うん、ルーピン何枚くんねんって感じですけど、感情さん。もう今両腕って落としてったらいいやん、うん、無理やろこれ。いやもうルーピンルーピンにするでしょ。もうやっぱりラテン作りに行ってますよね。ほんとあの普通にピン風の手組みだったらウーピンジャン島でいいんですけど、ハンドラないですね。3色浮かして3色見つつ、おこれは白、あ白なん、いやでも白が流れてないから白が盛りそうっていう判断ですよね、うん、これジャン島作りに行った感じですね。あれはお3色ちょっと見えてきましたが、ここで2ピンを切るといいピン打つことになるのはちょっと嫌ですが行きましたね。いいピン、これで勘定さんホッとして。でも最後ドラ出ますね。はい、ドラかな、これはドラもいらんやん。うん、まあ勘定さん役満狙いの手組みなんで、チャストアンコやからもう急走も残っとんちゃうかいう感覚もあるんじゃないかな。あドラですからね、数案いらんよな。数案もあんまり良くはないんで、所在不明なドラもちょっと嫌でしょうけど、おロゴファン、いらない、いらない。でももうさすがにテンパイにちょっと、でもなんかツモにグググって力入っちゃうからみんな怖いなってやらんかな、うん、あと梶本さん普通の急走1枚2枚使ってのリーチの上がりも見てるでしょうね。この順目まで来ると、ちょっとやめ気味かな、うん、はい、展望もあるし、そうですね、うん、おさあこれテンパイチーピン、そうなんこの一手代わり、本当だ面前だった、そういえば、うん、うん、もう感情別調しよう、嫌かな、おほら来た。さて梶本さん、とりあえず急走切る、ここもそうなんこ一手代わり、うん、とりあえず急走切る、とりあえず急走切りますか、うん、うん、で見逃すみたいな、まあ、ここで6出上がりペコだけ、そうですね、してもしょうがないんでね。それは本当にそれだったら流局した方がいいんで、うん、さあ勘定さんもちょっと出来上がってきました。なんだこれ、ジャマ、な2枚目は何出たらさすがに泣いてトイトイのつもりさんあんこのテンパに取りますかね、梶本さん泣かへんというか、チーピンが普通にいるのか、チーピンはワンサカと、ワンサカといますね、なんだこれ、全山ですね、この使ってるチーピン以外、山穂やば、山さん、いやいやいや、ここに来た。さあ、これテンパイ9、3機械スチャッソにするか、まあ、9も切れそうですしね、うん、これで、はい、どちらも役割だし、あ、ローマン、つもぎり、かっこいい、うん、おしゃれです、おしゃれ。さあ白を切ると天杯ですが、切りました一枚家の白。泣かない。うん。な。よしやるんかな。まあ、白泣いて受け直すにしてはちょっと順目が遅すぎるんで、つも一回もそんなに変わんないなという意識ですかね。さあこのチーピン当たりです。うん。やめた。さすが。さすが。お、勘定さんがツモピンフ、ツモピンフ、400、700、おたはいの600、900、はいはい、できた、よかった、よくできました、よくできました。あー、耐えた、カサピーなら上がってるなとか、上がってないっすよ、勘定さんのままつもんないですもん。
アサピンさんならリーチです。リーチもしない。めっちゃ褒められてちょっと嬉しい。煽られたんかなこれ。リーチ打ってローマンツモなの？リーチ打ってないですよ。リーチ打ってローマンツモ1単26ならなんかそれはそれでっていう気もしますけどね。まあ、9万がねどうしようもないですもんね、はい、あれ。まあさすがにでもしないですね。まあ、オーダスです。オーダス。梶本さん着順上昇が相当厳しい。リーチも出てからのハネマンツモか花岡さんからの漫画の直撃かぐらいですね。あとはトップ争いが花岡さんはとにかくレンちゃん、うん、とにかくレンちゃん、三条さんが今点数が合ってれば2800点差なんで、まあ出上がり3200700、1300つもぐらいですね。花岡さんが積極的に、うん、いいシャンテン。なんでさ、勘定さんの条件が、まあ、700、1300なんですよ、大体。そうですね、はい、なんであと吉田君がちょっと動きづらいですよね、はい、下がに親がいるんで、うん、はい、でもよし、ドラ統一、まあ、吉田さん、ドラはもういらないですからね、まあ、役割として欲しいですけど、ね、吉田さん、一回、花岡さんにぶつける分には、はい、まあ、ドラがあるとぶつけやすいですけど、自分が。うん、まあ、花岡さんトップでも上がりやめがないんで、はい、うん、チェッパーが見える、うん、まあ急走フリーテンですけど E1 がどの道いらないんで、うん、いらないんでと言いつつスピン回り引いたらちょっと悲しいですけど、仕方がない、仕方がない。うん、 C1 も聞きました。パワー2枚飛び見てですね、 Q1 があとないのか。お、強くなったよ。よし、吉田さんリーチしますかね、あれする、役なしの転敗したら、うん、よしはする。うん、するよ。うん、さあこれは行きましたね、スチーピン。チーピンはぼちぼちな、うん、さあ勘定さん条件はめちゃくちゃ軽くなりましたが手配が厳しい。でもこれ花岡さんも初切れづらいから、いやもう花岡さんは行くしかないんで、じゃあ初切るか、うん、まあ、ここで初切るかローソー切るかぐらい、まあ、もしくはもう初短期で真珠するのは数番って言ってもありますけど、ああよし、はい、シャンパンって上がっとった。あれがそうですか。チーソー引き戻してイーシャンテン、感情も行く気マックスになったなこれで。うん、そうですね、まあ、400、700で OK な場所だからね。うん、何なら、うん、おーっと来たやるやん、感情ピンローキューピンのリーチ、出上がり OK。 うん、これはもうキューピンでも出上がり OK です。いやーこれはうん、五分の勝負になりましたね。面白い戦いに、むしろ枚数で見るとソラフローキューピンの方がかなり強い。うん、お、これで転売、はい、花岡さんもリャウンワン、リャウンワンもどうかな、リャウンワンもかなりいいですよ。悪くないです、はい、リャウンワンもいいですね。スッチーピンが一番目に見えて良くない、うん、いやーこれは分からん、ああ、持っとったし。いやすごい、 あーっと詰まりました、高め3600、なんで言うん、言おうと思ったのに。はい、ね、最後マグナムの上がりでしたね。うん、いやでも最後ね、最後の曲面白かったですね。そうですね、いい、うん、はい、ドヤ顔で、うん、ドヤ顔で帰ってくるね、勘定さんが。まあ、ドヤ顔で挨拶してたから、うん、ありがとうございましたとか言ってたよ ね、 ね、まあ次決勝やどうしよう、優勝したら、うん、赤井さん次の半チャンに向けて集中しなって言われて、赤井さん次の半チャンに向けて集中しなって言われて、集中、いや集中力高いからもうあっち行ったらビシッと坊主か言われてる、ね、結局坊主かって何でですか。アサピは坊主でもいいけど私は嫌よ、坊主は僕も嫌です。男の人
くのな、坊主別に。ダメダメダメ全員役あるらしい。もう僕もね、人生4回ぐらい坊主してますけど。あ、そうなんや。それでもいいやつね。やっつけられた。はじまさん、お疲れ様です。お疲れ様です。あさぴん坊主似合うんや。あんま似合わへん。似合わへん。この挑発を、うん、優勝したらカンパチジャンサクに送ってね。生臭くなるから。大丈夫大丈夫。しかも赤井さんまだ来るまでに多分腐るから。大丈夫大丈夫。すんごい嬉しそうな顔して勘定君が持ってきましたわ。ニヤニヤしてる。なんかやりきったって顔で。やった。ちょっとイラッとしました。ガッツポーズつきやね。はい、じゃあね、こちらをご覧になってね、はい、ちょっと決勝まで集中したいと思います。ジャンナビリーチ。プロ雀士もやっている本格派オンラインマージャン、ジャンナビ。